こんにちは、皆さん。今日は九州地方の特色的な地理と、その地理が地域の産業と都市発展にどのように影響を与えたかについてお話します。この動画では、九州地方の工業地帯と都市がどのようにアジアとの近接性を利用して発展してきたかを解説します。福岡市や北九州工業地帯の役割と発展に焦点を当て、その地理的特徴がどのように影響を与えてきたかを詳細に探っていきます。まずはじめに、アジアに近いという地理的特徴がどのような利点をもたらしてきたかを解説します。次に、この立地条件が福岡市や北九州工業地帯の発展にどう影響を与えたかを具体的な例を挙げて詳細に見ていきます。最後に、今日の話題から学べることや、未来に向けた展望を提供します。九州地方のアジアとの密接な関係と福岡市、北九州工業地帯の発展は非常に興味深いトピックです。この地域はその地理的立地条件を利用して多くの面で発展を遂げてきました。では、その詳細を深く探っていきましょう。まず、アジアとの関係が非常に密接であることは、原燃料の調達に非常に有利です。九州地方は、地理的にアジアの他の国々と非常に近い位置にあります。これにより、石油や石炭、金属鉱石などの原材料と燃料の輸入が格段に効率的に行えるようになっています。また、輸送コストの削減や輸送時間の短縮が可能となり、企業活動にとって非常に好ましい環境を形成しています。福岡市と北九州工業地帯は、この地理的優位性を最大限に活用してきました。工業地帯は、製鉄、化学、造船、自動車製造など、様々な産業が集まっています。そして、これらの産業は大量の原材料を必要としており、その供給源としてアジア諸国が非常に重要な位置を占めています。さらに、この地域はアジア諸国との貿易関係を強化し、新しい市場を開拓するとともに、技術交流や人的交流を促進してきました。アジア諸国からの観光客も増加しており、観光業界や地域経済も活性化しています。また、福岡市は交易の中心地として、アジア諸国からの商品の流入や、文化交流が盛んに行われています。この文化交流は、地域の文化や料理、芸術など多くの面で影響を与えており、福岡市の多文化共生社会の形成を支えています。北九州工業地帯では、経済の発展とともに研究開発も盛んに行われており、新しい技術や製品が生まれています。そして、これらの新技術はアジア諸国と共有され、相互の発展を促進しています。このように、九州地方はその地理的特色を生かして、アジア諸国との関係を深化させ、経済的な発展を遂げてきました。そして、未来に向けてもこの地域はアジアとの関係をさらに強化し、共通の利益を追求する方向で進んでいくと期待されます。福岡市と北九州工業地帯は九州地方の経済的な中心地として、その地理的優位性を利用しアジアとの交流を進めてきました。それでは、それぞれの地域の特徴とアジアとの関係を深掘りしてみましょう。福岡市。福岡市はアジアとの交易や文化交流の中心地として、長い歴史を持ちます。これには、観光、教育、技術交流といった多くの分野でアジアとの関係が深まっていることが影響しています。観光面では、福岡がアジアからの観光客を引きつける多くの観光名所を持っているため、観光業が栄えています。また、アジア各国からの留学生を受け入れる教育機関が多く、国際交流が盛んに行われています。福岡市はまた、技術とビジネスのハブとしても知られています。ここには多くの国際企業がオフィスを構え、新たなビジネスチャンスを探求しています。これにより、福岡市は経済的にも非常に活発な都市となっています。北九州工業地帯。北九州工業地帯もまた、アジアとの関係が非常に深い地域です。製造業が盛んであり、アジアからの原材料の輸入や製品の輸出がスムーズに行える地理的位置にあります。この地域は特に技術革新のハブとして知られています。研究所や大学が連携して高度な研究開発を進め、新しい技術を生み出しています。
これにより地域社会の経済成長と技術革新が促進されています。まとめ、福岡市と北九州工業地帯はそれぞれの地域特性とアジア諸国との地理的文化的な近さを活用して急速な発展を遂げています。福岡市は観光、教育、ビジネスの3つのピラーを軸にアジア各国との交流を盛んに行っています。観光地としてのアトラクションや教育機関における国際交流、そしてビジネスハブとしての役割を積極的に担ってきた福岡は、アジアとの多面的な関わりを持つ都市として名高いです。一方で北九州工業地帯は製造業を核とした技術革新の地として知られています。地域内に点在する研究施設や大学が連携し前衛的な研究開発を行っていることもこの地域の特徴です。原材料の輸入や製品の輸出がスムーズに行える地理的位置は工業地帯の発展をさらに後押ししています。総括すると、福岡市と北九州工業地帯はアジアとの関連を戦略的に進化させ、多角的な発展を遂げています。観光、教育、ビジネスと技術革新という異なる視点からアジアとの関連を強化してきたこれらの地域は、今後もアジアとの連携をさらに拡大していくと見られます。皆さん、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。この動画が九州地方の特色や発展についての理解を深める手助けになれば幸いです。次回もお楽しみに。さようなら。